愛西市中央図書館は、愛知県愛西市末町にある公共図書館。中央図書館、沙織図書館、達田図書館の3館からなる愛西市図書館の中央館である。1995年3月1日に開館した。名鉄美祭線、日比野駅から南に1キロメートル、徒歩15分の場所にある。1966年11月には、開府軍佐野町に、 次の重和の名前を冠した佐野町立、次の図書館が開館した。佐野町立、次の図書館は1994年11月に閉館し、1995年3月には、次の図書館の西隣に、後継館の佐野町立図書館が開館している。2005年4月1日には、佐野町、佐織町、立田村、八階村の2町に村が合併して、 愛妻市が発足し、佐野町立図書館は愛妻市中央図書館に改称した。1966年からある普元実行の関日山郡佐野町出身の実業家、教育者である杉野茂和は、故郷の佐野町の調整志向10周年を記念して、個人的に1000万円を寄付した。佐野町は1966年に図書館の建設を計画。 1966年4月23日に着工し、11月3日に、杉野の名を冠した佐野町立、杉野図書館が開館した。なお、同時期の愛知県にあった町立の公共図書館は、佐野町立、杉野図書館と蟹江町立図書館の2館のみであり、他はいずれも市立図書館だった。開館時の蔵書数は約3000冊だったが、開館後しばらくして準備が整うまでは、 考え貸し出しを行っていない。開館10周年を迎えた1976年時点の蔵書数は約1万1300冊だった。1978年4月1日時点の蔵書数は1万2581冊だった。新館への移転準備のために、さや調律、次の図書館は1994年11月27日に閉館した。 杉野図書館の建物は、鞘社会福祉会館として使用されたが、2014年以降に解体され、跡地には防災備蓄倉庫が建設された。館内中央部のドームと吹き抜け、杉野図書館から見ると道路を挟んで、西隣、鞘町立鞘中学校のプール跡地にて、1993年10月17日に、新図書館の安全祈願祭が行われた。 1993年度、1994年度の2か年継続事業として、奥村、差し押し建設共同企業体によって建設された。1995年1月28日には、竣工式が行われ、3月1日に、さや町立図書館が開館した。総工費は10億2794万円。増書収蔵冊数は10万冊。 開館時の開館時間は9時から17時であり、休館日は月曜日祝日、毎月末日、年末年始、特別整理期間だった。次の図書館にはなかったコンピュータが導入されたため、貸出返却処理の迅速化が図られ、図書資料の蔵書検索が可能となった。また、開館と同時に愛知県図書館とコンピュータで結ばれたため、 愛知県図書館の図書資料の検索や貸し出し予約も可能となった。1995年10月末時点の蔵書数は約5万2000冊であり、その他に AV 資料約2100点、紙芝居約750点があった。1995年4月から10月までの入館者数は1日平均433人であり、 貸出数は1日平均560点だった。2005年4月には、佐野町、沙織町、立田村、八海村の2町に村が合併して、愛妻市が発足し、佐野町立図書館は愛妻市中央図書館に改称している。2017年度には指定管理者制度を導入し、隣接する津島市立図書館同様に、NPO 法人町づくり津島が、 指定管理者となった。一般書の書家愛妻市中央図書館の中央部は2階までの吹き抜けとなっており、とんがり防止状の光の塔が自然光を取り入れている。一般開花室は円形ドームの下に17の書家が放射状に並んでいる。自然光を取り入れるためのガラス窓が多く、明るく親しみやすい図書館となっている。1階には自動開花室、お話室、 視聴覚コーナー、ブラウジングコーナー、参考共同資料室、3万冊収容の閉鎖書庫がある。2階には、一般開花室、学習室、会議室、和室がある。1966年11月2日、杉の図書館の入り口前には、杉の茂数によって、不弦実行と書かれた八角水の石碑が設置された。原稿館開館後もしばらくは、 次の図書館は土地にあったが、2005年1月には、現行館南側の公園内に移設された。次の図書館の敷地内には平和記念の石踏みも設置されていたが、2014年以降に、次の図書館が解体されて、愛妻死亡災倉庫が建設された時には、平和記念の石踏みも公園内に移設された。愛妻市中心部における、 図書館の12017年度に指定管理者制度が導入されて NPO 法人町づくり津島が指定管理者となった際、開館時間が9時から17時から1年を通じて9時から18時に変更された。また、祝日の翌日も開館日となり、年末年始の休館日は12月28日から1月4日から 12月29日から1月3日に変更された。また、津島市立図書館と同じ期間が指定管理者となったことで、名鉄津島駅構内の津島総合案内所にある津島市立図書館の返却ポストに愛妻市図書館の図書も返却可能となった。ありがとうございます。